皆さん、こんばんは。電子官房で、ゴーチャンネル所長のブルースカイです。皆さん、こんばんは。助手のアクアマリンです。マリンちゃん、今日は、初心者必見。初めてでも映せる電子官房の実践と題して、前回紹介した機材の使い方の説明をするよ。前回の放送では、初心者向けの電子官房機材の紹介だったけど、今回の放送は詳しく操作の説明をしてくれるのね。特に初心者の人はどうやって操作をしたら良いのかがわからなくて不安になるわね。必要最小限のことをシンプルに説明をするよ。まずは注意事項からだよ。今回の機材の操作方法または設定方法の説明は前回の放送37で紹介した電子官房機材向けの内容です。望遠鏡が極めて明るく、撮影の画角が特に広い場合に可能な方法です。すべての望遠鏡で実践できる内容ではないことに注意してください。今回使用する機材の紹介をするよ。望遠鏡はスカイウォッチャーのエボガイド 50ED2。ファインダーはドットサイトファインダー。カメラはプレイヤー1のケレス C またはネプチューン C2。自動導入携帯はスカイウォッチャーの AZGTI 携帯。電池はリチャージブル乾電池と充電器。フィルターはサイトロンのクアッドバンドパスフィルター3。レデューサは TS のアイピースレデューサー M28。ノート PC は Windows PC。スマートフォンは iPhone または Android。ピント合わせはバーティノフマスク。前回の放送ナンバー38で自作した絞りリング。その他にはキャンプ用折りたたみ椅子とテーブルと LED ランタンだよ。電子官房はカメラで撮影した映像をノートパソコンやタブレットの画面に表示させて観察をするという方法だよ。いろいろな選択肢があるんだけど、今回は Windows を使った方法を紹介するよ。シャープキャップというアプリを使うよ。このアプリはとても高機能なので、電子官房には最適なんだ。ブラウザーでシャープキャップと検索して最新版をダウンロードするよ。ダウンロードのタグをクリックするよ。64bit 版か 32bit 版を選んでクリックするとダウンロードするよ。ダウンロードしたファイルをクリックしてインストールしてね。このアプリケーションは基本機能は無償で使えるけど、ライブスタック時に有料版への加入が出たり、ヒストグラムのオートストレッチ機能やオートカラーバランス機能が使えなかったりと、無償版では制限されるよ。ここはぜひプロ版のライセンスを購入した方がいいね。1年の期間で2000円だからそれほど高くはないね。支払い方法はクレジットカードの他にPayPalや Google Pay や Apple Pay などの多彩な決済方法に対応しているけど、18歳未満でクレジットカードを持っていない場合や海外のサイトにクレジットの番号を送信するのは嫌だという場合はプリペイドカードが安心だよ。クレジットカードと違ってアカウントの残高分しか使えないからね。コンビニで販売しているビサの V プリカが手頃だね。セブンイレブンやファミリーマートのマルチコピー機やローソンのロッピーで購入できるよ。V プリカギフトカードはアカウント開設不要だけど、後に残高を合算する必要があるから、最初からアカウントを作った方がいいね。コンビニで購入したら、V プリカの公式サイトでアカウントを開設して、もろもろの入力するよ。必要事項をすべて入力したら、10分ほどでアカウント開設のメールが届くよ。ここで、シャープキャップの公式ページに戻って、シャープキャッププロと書かれたオレンジ色のボタンがあるよ。クリックして、次に進むよ。通貨を選ぶよ。カレンシーというオレンジ色の項目を JPY にするよ。I accept the terms and conditions と書かれているチェックボックスにチェックマークをつけ、支払い方法を選ぶよ。V プリカの場合は
ビサと書かれているボタンだね。メールアドレスと V プリカ情報を入力して送信すると、しばらくした後にメールが届くよ。メールの中にライセンスキーが書かれているからコピーするよ。シャープキャップを起動してライセンスキーをペーストするとプロ版になるよ。これでシャープキャップの準備は完了だね。次にカメラのドライバーをダウンロードするよ。ブラウザーでプレイヤー1と検索して公式ホームページを表示するよ。サービスのタグを押してドライバー&ソフトウェアの項目を選ぶよ。カメラドライバーと書かれた項目にある緑色のダウンロードボタンを押すとダウンロードするよ。次に AZGTIK 台をコントロールする新スキャンアプリをダウンロードするよ。iOS なら App Store、Android なら Google Play からダウンロードしてね。通常版とプロ版の2種類あるんだけど、プロ版の方が何かと便利な機能があるよ。以上でノート PC とソフトウェアの準備は完了だね。下準備が完了したので、いよいよ電子感防機材を設置するよ。まずは AZGTIK 台を設置するよ。三脚の足を開いてエキステンションチューブを取り付けるよ。その上に AZGTI 本体を取り付けるよ。長さ1メートル以上で直径18センチメートル以上の三脚バッグならエクステンションチューブを取り付けたまま収納できるので少し大きめなバッグを購入すると楽だよ。三脚の足の3箇所のローレットを緩めて足の長さを伸ばして高さを調節するよ。三脚の台座の部分と AZGTI 本体の上部2箇所に水準器がついているんだけど、 AZGTI 本体上部の水準器は小さく見づらい上に感度が鈍いので三脚の台座の水準器で水平を合わせるよ。ここはしっかりと水平を合わせてね。今度は望遠鏡とカメラを乗せるよ。その前にいくつか注意事項があるよ。光害カットフィルターを使用する場合はレデューサレンズの前に取り付けてね。カメラがケレス C の場合は直焦点撮影やレデューサレンズで撮影する場合でも延長灯を取り付けて撮影してね。カメラの差し込み位置はケレス C のバレルの黒い部分が隠れるまで差し込みするよ。カメラがネプチューン C2 の場合で直焦点撮影する場合は延長灯を取り付けてカメラを奥まで差し込むよ。カメラがネプチューン C2 の場合でレデューサレンズを使用する場合は延長灯を取り外しカメラを抜き差ししてピントの粗動をするよ。ピントが大雑把にあったらネジで固定するよ。AZGTIK 台のクランプがロックされていることを確認したら望遠鏡を K 台に乗せるよ。ドットサイトファインダーを取り付けるよ。ドットサイトファインダーは昼間のうちに遠くの鉄塔などを利用して調節しておいてね。焦点距離の短い望遠鏡では一度合わせてしまえば誤差は小さいので毎回調節する必要はないよ。次に鏡頭のバランス調整だよ。クランプを緩めてバランスを見るよ。このように望遠鏡が傾く場合はバランスが合っていないよ。このように上下させても停止する場合はバランスが合っているね。キャンプ用テーブルと椅子とノート PC を設置してカメラとノート PC を USB ケーブルでつなぐよ。次に電子感防の実践をするんだけど、シャープキャップの使い方を簡単に説明しておくね。ちなみにこの説明で映し出される銀河はプリンターで印刷した写真を部屋の壁に貼って写したんだ。露光時間やアナログゲインの値は現実とは違うことに注意してみてね。シャープキャップを起動するよ。アイコンをダブルクリックしてね。
カメラを接続するよ。カメラと書かれているプルダウンメニューからネプチューン C2 を選んでね。画像モードを選ぶよ。画像モードには RAW8、RAW16、RGB24、Mono8 などの種類があるよ。RAW などのモードはレイヤー配列などの難しい知識も必要になるので、RGB24 を選ぶと簡単だよ。露出時間を選ぶよ。プリセットのプルダウンメニューから選ぶと簡単に設定できるよ。アナログゲインを上げてカメラの感度の調節をするよ。ネプチューン C2 の場合は500以下の範囲で選んでね。画像のカラーバランスが合っていないからカラー補正をするよ。ホワイトバランスの RGB の自動ボタンを押すとカラーバランスが合うよ。ライブビューモードのヒストグラムを調節するよ。左端にある黄色の点線はブラックレベルの調節を行うよ。宇宙空間が黒色になるよ。右端にある黄色の点線はホワイトレベルの調節を行うよ。全体的に明るくなるよ。中央にある黄色の点線はミッドレベルの調節を行うよ。中間の階調の出方が変わるね。ある矢印のアイコンは設定をデフォルトに戻すよ。稲妻のアイコンはオートストレッチだよ。オートにすると自動的に調節してくれるよ。ライブスタックモードにするよ。ライブスタックとは何枚もの画像を重ね合わせてノイズの低減や階調を滑らかにするよ。ライブスタックモードのヒストグラムの調整でさらに銀河や星雲を浮かび上がらせることができるよ。ブラックレベルの調節するよ。ホワイトレベルの調節するよ。ミッドレベルの調節するよ。カラーバランスの調節するよ。稲妻マークのアイコンは一番明るい部分に合わせて自動調節するよ。黒ダイヤマークのアイコンは構成が白く映るように自動調節するよ。丸矢印のアイコンは色調節のリセットだね。稲妻マークのアイコンは自動ヒストグラム調節だよ。丸矢印マークのアイコンはデフォルトの設定に戻すよ。自動設定では暗すぎるので手動で調節するよ。ボタンを押すと今まで蓄積した画像をクリアして最初から蓄積をやり直すよ。以上でシャープキャップの簡単な説明を終了するよ。ここで説明したパラメータ以外の他のパラメータはいじる必要はないよ。例えば他のパラメータを設定しなければライブスタックが正しく行われないといった場合は他に問題の原因があると疑った方がいいね。最後にライブビューモードの画像とライブスタックモードの画像を比較してみるよ。まあライブビューモードの画像はノイズが多くて荒いわね。
ライブスタックモードの画像は滑らかで淡い部分もはっきり写っているわ。設置した望遠鏡で動かしてみるよ。 0.5 倍のレデューサーレンズは取り付けておいてね。最初にピント合わせを行うよ。シャープキャップを起動してカメラを選択し、露光時間を8分の1秒に設定するよ。アナログゲインを上げるよ。500以下に設定してね。ホワイトバランスの RGB 3つを自動設定にするよ。ライブビューモードのヒストグラムストレッチのオートボタンを押すよ。 AZGTI 形態の強角クランプと水平クランプを緩めるよ。望遠鏡を適当に空に向けるよ。晴れている方面に向けてね。ピント合わせを行うよ。カメラを抜き差しして大雑把に合わせるよ。望遠鏡の F 値が小さく明るいから、どの方角に向けても光線がたくさん映るわね。次に AZGTI 形態をコントロールする新スキャンアプリの説明をするよ。 AZGTI 形態の電源を入れてスマホの Wi-Fi 設定を行うよ。 Wi-Fi の設定が新スキャンになっているか確認してね。スマホの新スキャンアプリを起動するよ。この画面は Windows 版なのだけど、スマホ版の新スキャンプロと同じだから参考にしてね。 AZGTI 形態との通信を接続するよ。通信がつながったね。コントローラーの真ん中の数字は移動速度だよ。左側の小なりマークは移動速度の減速だよ。右側の大なりマークは移動速度の増速だよ。矢印マークを押して正しく移動するかを確認してね。アライメントアイコンを押してアライメントをするよ。アライメントには4種類のアライメントモードがあるけど、2スター以上のアライメントをした方が正確にアライメントを行うことができるよ。今回はブライトスターアライメントと2スターアライメントを紹介するよ。ブライトスターアライメントと2スターアライメントの違いを説明するよ。ブライトスターアライメントは1番目のアライメントスターは明るい惑星や一等星から選ぶよ。2番目の星は2等星も選べるよ。1番目の星はコントローラーの方向キーで動かしてアライメント星を探す。他にクランプを緩めて望遠鏡を手動で動かして導入することも可能だよ。クランプを緩めて導入した方が簡単だね。2番目の星は大体の位置に自動導入するから方向キーで正確に合わせてね。2スターアライメントは1番目と2番目のアライメント星は惑星の他に1等星や2等星から選べるよ。アライメントを行う前に望遠鏡を水平にし、方角を北向きに向ける必要があるよ。アライメント開始すると1番目のアライメント星の方向に自動的に向くから矢印キーで正確に合わせるよ。2スターアライメントの実践をするよ。クランプを緩め、望遠鏡の向きを北かつ水平に向けるよ。新スキャンを起動して、アライメントのアイコンを押すよ。2スターアライメントを選ぶよ。1つ目のアライメント星は木星を選んだよ。2つ目のアライメント星はベガを選んだよ。アライメントを始めるを押して開始するよ。レチクルを表示するよ。木星の位置が
少しずれているので矢印キーを使って合わせるよ。赤色で点滅するキーを押すよ。赤い点滅をしている場合は完了ボタンを押せないので次に進めないよ。完了ボタンを押すよ。次にベガで合わせるよ。先ほどと同様のことを行うよ。これでアライメントは完了だね。次にベガを使ってピント合わせを行うよ。エボガイド 50ED2 のレンズフードの先にバーティノフマスクをかぶせるよ。画面のズームを 100% に拡大してベガを中央に表示させるよ。バーティノフマスクがなかった時は微光性を使ってピント合わせを行っていたんだ。暗く小さい星像を一番小さく見える星像にしなければいけなかったんだ。大きく拡大しなければならないから錯覚も狭くなってしまって初心者には難しかったんだよ。それに比べてバーティノフマスクがある場合は一等星でもピント合わせができるんだよ。しかも望遠鏡の合成 F 値が 2.8 といった明るさだから8分の1秒といった非常に短い露光時間でも光場が出るんだよ。楽にピント合わせができるね。ピントが合ったよ。電子感望の基本的な方法の説明はここまでにして、次はメシエ天体を撮影してみるよ。三角座のメシエ33を撮影するよ。前回のナンバー37の動画でもメシエ33を撮影したんだけど、ライブビューモードの1秒露光でヒストグラムがデフォルトの場合は銀河の存在を確認するのは難しかったね。今回は最初からライブビューモードのヒストグラムストレッチをオートにしておくよ。ちなみに光害カットフィルターは健康のアストロ LPR タイプ2だよ。露光時間を1秒にするよ。明るすぎるから再度オートストレッチボタンを押すよ。1秒露光でも銀河の存在をはっきり確認できるね。ライブスタックをしてヒストグラムを調節するよ。今度はプレアデス星団だよ。青いガス星雲が映るようにするよ。露光時間を2秒にしてライブビューモードのオートストレッチボタンを押すよ。ライブスタックをするよ。ヒストグラム
30g のミッドレベルを調節して青いガス成分を浮かび上がらせるよ。ここまで初心者でも簡単にできる電子鑑棒の方法を紹介してきたんだけど、マリンちゃんはどんな感想を持っているかい？とにかく明るく画角の広い望遠鏡で短時間の露光で電子鑑棒を行うから誰でもできると思うわ。先ほどのメシエ33銀河は淡いために標準的な望遠鏡では露光時間を4秒から8秒くらいにしないと映らないのよ。それを1秒で確認できるのはすごいことだと思うわ。自動導入で画面中央に導入されなかったとしても、画面の更新時間が短いから探すのには苦労しないと思うわ。プレアデス星団の青いガス星雲も初心者には難しい対象なのよ。不満点はあるかい？画質や清掃が悪いことね。清掃が周差によって肥大化したり伸びたりしているわ。ノイズも多くザラついた質感になっているわね。そうだね。初心者でも簡単に映せるように画質や清掃の低下には目をつむり、明るさや画面の更新時間の短さを最優先させたからね。 0.5 倍レデューサレンズを使用して F 値が 2.8 といった光学的に無茶なことを行っているからね。製造の悪化は仕方ないね。しかし製造の改善方法はあるからね。今度は画質や製造を高画質を目指してみるよ。フィルターをサイトロンのクアッドバンドバスフィルタータイプ3を使うよ。前回自作した 40mm と 30mm の絞りリングで比較してみるよ。絞りリングがない場合から撮影してみるよ。次に 40mm の絞りリングを使用した場合だよ。最後に 30mm の絞りリングを使用した場合だよ。
静止画で見てみるよ。順序を逆にして 30mm、40mm、絞りなしの場合を見るよ。30mm の絞りリングを使用すると、光線が小さくシャープだわ。画面の端の方は若干だけど、放射状に伸びているわ。40mm の絞りリングの場合は、オリオン大星雲の赤く淡い部分も見えているわね。光線の性像は、こちらもシャープだわ。画面の端の方は、十字の感じに映っているわね。同心円状の非点周差が若干残っているのかしら？絞りなしの場合は、もっさりとした画像で、少しぼけている感じがするわ。光線も肥大化して、周差で歪んでいるわね。絞りリングによって、同心円状に伸びる非点周差の大幅な改善をするね。30mm の絞りリングを使用した場合でも、放射状に伸びるのは 0.5 倍レデューサレンズによるコマ周差なんだ。コマ周差の方は絞りリングでも改善できないよ。カメラがネプチューン C2 のセンサーサイズは 1.8 分の1インチで、このレデューサレンズが想定している2分の1インチの範囲を超えた大きいサイズなので、コマ周差が目立ってしまうんだよ。でも、他の方法でコマ周差を低減する方法はあるよ。後で改善方法を紹介するね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。